この深い懐を見てください、リッキーの活躍を支えている飛距離、ミート率の真髄がここにあります。ダウンスイングで、右の脇腹をサイドベントして、右足かかとに体重をかけながら、深い懐を作り出しています。それによって下半身がインパクトで急ストップして、ヘッドを走らせています。下半身が暴れて安定しない人にぜひ真似してほしいスイングです。リッキー選手のパターのストロークの特徴は、スタンスを狭くすることで、両肘に支点を作り、胸椎と連動させてストロークしています。タイガーなどタップ式で打つ選手に見られる感覚波重視のストロークです。